関しては、まず羽音に似ているかなっていう、まあ、羽音といってもハグルコントロールも別に羽音がするわけではないんですけれども、やっぱり飛んでる音というのは何かこう何でしょう、こう反復する音をずっとやってるかなっていう印象があって、あとやっぱりその時、確か打ち合わせをした時に望月優さんのドラムがすごい何というか、それこそ自分のすごく好きな疾走感があったりとか感じまして、だとしたらすごくスピード感のあるマークが。あとさらにベースがあるならば、やっぱりちょっとどちらかというと重たい音として、重たい色調としてあるものがすごく速い、そしてそれでいて何でしょう、飛んでる姿が結構ビビッというものがあるということを考えたときに、羽ぐるコントロールを導入しているという名前でちょっとやっていこうかなというふうに。ただ結構苦戦するのが、やはりもうどちらかというと3楽器とも結構ある種自分のスタイルを確立している楽器だと思うので、その中でどういうふうにその一番の何でしょう、そのハグロトンボという生き物に集約させるかなっていうことを考えてやっていった結果、結局かなりある種ロック色というか、割としっかりバンド的な曲には仕上がったかなという、そんな感じは自分の中ではあって、結構そこへ自分の中で反発するところも結構あって、ここまで何ていうか ある種何でしょう、バンドっぽくしてしまっていいのかなとか、もっとちょっと実験的になるべきかなとか思ったりするところもあったんですが、最終的にはいや、この方がかっこよくできるのではないかというか、皆さんのポテンシャルをなんとか生かしたいというふうに思った時に結構難しいことになってしまったんですけれども、自分が思っているその3人のその強さを出せるかなと思った時に、なんでしょう、ロックというか何でしょうかね、その3人の楽器でやる感じのそのボイシング、ボイシングというか何でしょう、その楽器の使い方はある種素の書かせてもらったというところになりました。まあ、それでいて自分がずっと聴いてきたバンドサウンドの効果に直結した部分で、自分が素直にやっぱり書くというものにつなげていったものはあったように思います。色の違うね、そうですね、こちらは実は、キーワードとして最初に実はミニマルとかどうかということを郷さんから伺った時に、それは結構やっぱり大きなトリガーになっていて、実はあったんですよね。はい、そうなんです、そうなんです。で、逆に言うとでもそれすごくいい自分の中では一つ考えるなんていうか布石というか、こう起点になったところがあって、ただそれがすごく自分の中でやっぱり繰り返し続けるとか、それから同じことをやるっていうのはなんかこう苦手で、なかなかこうこれと決めたものをずっとやるっていうのはあまりちょっとうまくいかないっていうところと、まあそれをやるならばどのくらいじっくり繰り返していくかとか、そういったことと戦い続けてます。いや、すみません。というのはどうです。それはでも良かったです。で、逆に言うと、でもできたものは、ちょっとそういうものではなくなったとは思います。いわゆる本当にミニマルのものではなくなったんですけれども、でも自分なりにこう、ちょっとひょっとしたらミニスモーペディアに関しては、絵をお見せした方が早いかもしれないので、ちょっとどういったものかというのをお見せしますと、なんかこんな感じの、先ほどちょっとお話になりますが、卵巣という、シアノバクテリアというものですけども、顕微鏡で拡大するとこういう感じの同じ形がこう並列して並んでいるというもの
でこれを本当にこのまま結構音楽になりやすいなということを考えて、まあ、あの並んでいっているその音ということはしたんですけれども、なかなかそのままやってもやっぱり面白くならないということをずっと試行錯誤していて、だとしたら一個一個の音というのが、まあ、どのくらい並列されて、それでいてやっぱりマンドリンという楽器がすごく特徴的だと思うんですね。なのであのマンドリンという楽器のそのいわゆるトレモをやってるツールというものをみんなでちょっと合わせていった中で、こういう16分符とか8分符とか4分符というところでその並列していて、先ほどの絵にもちょっとあったんですが、たまに抜けてるところがあるということ自体がとても音楽的かなと思ったところがきっかけ でそれだけだとやっぱりなかなか音楽には自分にはならなかったのかって。でもあの本当に自分が尊敬する現代音楽の作曲家の方々はやっぱり結構そのすごく好きな要素だけですごくストリートに作ることができる作曲家なんですけど、自分はどちらかというと結構さらにちょっと複合しないとなかなかうまくいかないところがあった意味では、この曲も結構ロックだったり、まあ、ちょっとあの響きはジャズっぽいところもなくはないかなというところもあるのは、まあ言ってみれば自分の中でエッセンスとしてやっぱり出たいなという意味であの複合した形としてできた気がします、まあ、それでいてもっとドライになりたいなと思った結果のこういう感じの音楽かなという意味では、ミリス・ボンティリアっぽいかどうかちょっと分からないところありますが、でも自分の中では少しちょっと正当性は最終的には変にドライになりすぎるよりはついたかなというふうに思っております。あのいやすごく、いや私はなんかしっくりきてるな、なんかっぽいな、そのまあ、そもそもこのミニスポペディアっていうのがすごく面白いなというのが、まあ、なんかこうちょっとデジタルなっていうか、はい、あんまなんか自然界にいますっていう感じじゃないところがやっぱ面白いなと思うんですけどね。ですごくなんかこうデジタルな感じで、最初は確かこの、あのメンバー皆さんで集まってあのちょっと聞いた時もなんかテクノっぽいねみたいな、なんかっていうようなのが実はあったりとかして、そうですか、それはやっぱり嬉しいです。すごくこうダッパ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 ッっていうのがですね、うん、すごくやっぱり面白いですよね。なんかまた別の新しさが出たなと。いやもう本当それは本当に感謝しかないところがあるのが、やっぱりそういうちょっと遺跡閉じていただいたのが良かったです本当に。あのやっぱりそうしないといつまでもやっぱり自分の好きなものってこう結局繰り返さないように本当に自分を努めてはいるんですけども、そうしちゃただやっぱり生物だったり音楽の個性一つ一つにならないと思いますので、やっぱりそういった部分でちょっとでも変えてもらえるものが苦しんででもあれば本当にありがたいなと思います。